皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。トモと申します。さて今回は手軽に始める野鳥撮影の第3弾ということで何を話そうか考えてたんですけれども、普段身近に聞く野鳥の鳴き声って結構難しいんじゃないかなと思いまして、身近な野鳥の鳴き声について動画を作ってみました。映像と字幕で解説していきます。で普段このチャンネルではコンテンツを使って調査撮影の様子や調査撮影に役立つコンテンツを配信しております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編ご覧ください。山柄の幼鳥ですね。かわいい。
いかがだったでしょうか。あ、これ聞いたことあるなんて声も多かったんじゃないでしょうか。身近な公園とかでもいろんな野鳥がいます。これは何の鳥の鳴き声かななんて考えながら散歩してみたりするのも楽しいかもしれません。で、今回の動画からこの解説系動画の最後に僕から皆さんに質問するっていうコーナーというか、まあ時間を取りたいと思います。で、今回の質問は、この夏皆さんが一番印象に残った野鳥は何ですかということで、ぜひコメントお待ちしております。ちなみに僕はハチクマですね。この動画で、出てますので、ぜひご覧ください。あれは本当にびっくりしましたね。最後に僕のインスタグラムでは日々、本当に撮った野鳥の写真を投稿しています。概要欄に URL 貼ってありますので、ぜひ覗いていってみてください。今後も可愛い野鳥動画やコンテンツを配信していきます。次回は富士山の樹海で撮った、動画をお送りしていきたいと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。